皆様こんばんは。そして皆様お疲れ様でございます。ペルシアンでございます。今回はね、餃子です。すごいシンプルです。でもね、シンプルさの他に難しいんですよね。で、本当はね、これね、スーパーで買ってきました餃子でございます。本当はね、あの手作りでもね、できようと思えばできるんだけどね、すごい手間かかるしね、仕事でも結構忙しいのでね、今日は市販でね、餃子です。これはね、一度焼いてね、側面をね、ちょっとカリッとさせてから、お湯でお湯を入れて、まあ、蒸し焼きにしてね、で水分を取って、で出来上がりです。だからちょっとね、あのシンプルさにもね、すっごい難しいんですよ、餃子を焼くっていうのは。ちょっと前にね、あの勉強した時にこれやったことありますのでね、ちょっと思い出してね、料理しました。で、今回はね、ちょっと開けちゃいましたけどね、ちょっとこちらございます。ね、白いののやつでございます、今回は。多分本家の方もね、白いののやつっていうのをね、やったことがないと思います。で、これをこう置いて、ちょっとね、泡の量が少なかったですけどね、はい、これ多分9対1ですかね。で、ちょっとどけますね、はい、多分ね、あの銀色のやつよりもね、あの白いのやつの方がね、若干ね、甘いなって感じがしますのでね、ぜひね、飲む機会あったらちょっと確かめてください、確かめてください。私の考えですよ。今日もね、お仕事お疲れ様でした。で、明日は金曜日です、ね。お休みの方もいらっしゃると思いますが、体調を整えて明日もお仕事頑張ってください。以上でございます。大変短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。